あ大会デュエルリックス討論会。どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日はですね、まあ、いつもの動画とちょっと違くてデュエルリンクス論文発表をしていきたいと思っております。まあこの企画がどういう企画かっていうと、デュエルリンクスっていうアプリね、僕今実況をいつもしてるんですけど、デュエルリンクスというアプリ自体がその新規参入者、新しく始める人がかなり少ないと思うんですよ。あんまりその最近新しく始めたとかいう人ってあんま聞かないんですよね。そして続けるという、始めて、継続して続けてくれるっていう人もまあある程度やっぱりいますけど、やめちゃう人が多いんですよ。すごくやめちゃう人が多い。でそれが、まあ、なぜなのかっていうのを今回はちょっとふざけないで真面目に語っていく動画となっております。まあ、結構項目いくつかあるんで、興味のある方だけ見ていただければいいのかなと思いますので、最後までよかったらねお付き合いいただければと思います。デュエルリンクスにその新規参入が、まあ、ない理由と、辞めてしまう人が多い理由っていうのを考察していくと、まあ、そういった、討論会となっておりますね。リンクスユーザーが考える問題点と、まず問題点を洗い出そうと。これそもそもですね、僕ディスコードっていうサーバーを開いているんですけど、そのディスコードとかで実際にやってたり辞めちゃった人とかの意見を吸い出してるんで、まあ、割とある程度リアルな声に近いかなと思うんですよ。ある程度ね。で、まあいろんな人と、まあ、議論をして、で、出てきた意見を吸い出してる感じです。僕だけの意見ではないということですね。で、コナミさんと、まあ僕らユーザーではどうしてもやっぱ立場が違ってくるんでね。まあ、ユーザー側の意見として聞いていただければなと思います。デュエルリンクスのまず特有の特徴は何なのかと。まずですね、このデュエルリンクス特有の特徴っていうのが、まあ、大体4つくらいあるかなと。まず原作とかアニメに登場したキャラクターを操ること、そして固有スキルがあってキャラに特色があってごっこ遊びができるということで、セリフがあったりキャラ同士の掛け合いがあってアニメとか原作ファンが、まあ、楽しめるものであるということ、そしてスマホでね、これ大事ですね、スマホで手軽に遊べるということ、これ非常に大事。まあ、OCG との大きな違いっていうのが何になるのかなっていうと、やっぱりどうしてもそのスマホで簡単に遊べるっていうことと、あと、まあ、アニメとか原作が好きな人にとっては、まあ、よりごっこ遊びに近いものができるんじゃないかなっていう、この2つなんじゃないかなと思うんですよ。で、じゃあデュエルリンクスを始めるきっかけっていうのが一体どこにあるのかなと、まあ、まずはね、その新しく始める人とか続けられないっていう問題の前に、まずそういうところを洗い出していくっていう、まあそういう話なんですけど、デュエルリンクスを始めるきっかけっていうのは、まあ主に5つぐらいあるかなと思ってて、まずアニメとか原作を見ていたり、あと小さい頃にね遊戯王をやっていて懐かしくて始めるそう。これがまあかなり多いだろうなと、まあ、僕もそのタイプですから、僕もこのタイプで、友達がやってるから誘われて始めるっていうパターン、これもありますよね。これも僕結構まあ、リアルの友達に結構話しかけて、久しぶりやろうぜって言って、まあ、みんな辞めちゃってるんですけど、まあ、そういう人も多いですよね。あと動画を見て、まあ、これもまあ多少ありかなと思うんですけど、動画を見て面白そうだなと思って始めるそうとか、あと、4つ目が OCG をやっていてリンクスをやってみるかもそう。これもまあそこそこいそうかなとは思うんですよね。これはほぼいないかなと思うんですけど、全然知らんけどなんかストアで見かけて始めるっていう、そう、これはまあほとんど多くないかなと思うんですけど、だからまあ基本的にはその昔を懐かしんで始める層、これが多いと思うんですよ。だからまあ基本的にこういう層に受け入れられないゲームなのであれば、まあ、成立しないのかなといったところ、まあ、もちろんね競技性とか求めてやってる方も多いとは思うんですけど、それだったらシャドバとかハースストーンとかそういうカードゲームやった方がいいと思うんですよ。なんでやっぱある程度遊戯王やってるっていうのは、遊戯王への愛がある、これがやっぱりね大事だと思うんですよね。この理由がないとあんまり遊戯を続けられないと思います。はい。でやっぱね、新規参入しにくい理由っていうのが、まあ、簡単にまとめると3つくらいかなと思うんですよね。まず1つ目、前提として遊戯王っていうカードゲームがとても難しい、これはどうしてもあります。その他のカードゲームと比べてやっぱルールも結構複雑だし、分かりにくいところがすごくあるんですよ。で特殊採点とかも結構たくさんあるし、コンマイ語って言われてるね、言語もあるぐらいなんで、これすごく難しいんですよ。ぶっちゃけ分かんないから始められないっていう、もうすごい問題、大きな問題がこれはありますね。
これはうちのマネージャーとかもそうで、なんか僕がやってるからと思って多分初めて見てるんですけど、もう全然わかんないですっていう感じなんですよ。そんな感じ、これはねどうしてもねあります。もっとねやっぱねライトにその楽しめるあの04環境デュエルとか、まあ、そういったものを僕らクリエイターがまあ発信すべきなんじゃないかなと。この辺はまあどうしてもやっぱ遊戯王っていう元々のカードゲームは難しいんで、まあそれを回避するためにはなんか違った新しい簡単な面白い遊び方を僕らが提案していく、まあ、しかないのかなと。これはまあ僕らの責任です。僕らの責任です。まあ、動画クリエイターとかの責任だと思います。二つ目、これ結構重要な問題で、新規を取り込めるはずのアニメがもはや何やってるかわからんっていう問題。これね絶対あるんですよ。これ絶対あると思います。ぶっちゃけ今遊戯王ブレインズってちょっと打ち切りになっちゃったんですけど、皆さんあのアニメ見たことありますか？僕は遊戯王やってて、もちろんデュエルリンクスもやってるし OCG のもやってるんですけど、やってても正直見ててもねそんなに面白くなかったんですよね。ぶっちゃけますよ、今回は今回めちゃくちゃぶっちゃけますけど、これねあまりにも何やってるか分かんない、複雑すぎる。やっぱ例えばデュエルモンスターズ初代とか、あと GX とか、まあ、5Ds くらいまでやったら何やってるか分かるんですよ。まあ、あの新しい強いモンスターを出してぶん殴るとか、まあ、いろいろ、まあ、そういった単純ななんか掛け合いみたいなのはあると思うんですけど、ちょっとねそのブレインズは見ててもやっぱさすがに何やってるよく分かんねえっていうのが正直な意見だと思うんですよね。まあ、してそのこのアニメって新しく遊戯王を、まあ、始めてもらうためのなんかなんていうんですかね、この入り口のツールなわけじゃないですか、まあ、広告のための。これを例えば今の小学生とか、まあ、勇気やってない人が見て面白いと思うのかなと。俺はねやっぱねそんなにね思わないんじゃないかなと個人的には思うんですよね。なんで、まあ、もっとそのアニメ的なものは初代とか GX とかと同じような感じでこう分かりやすく作っていくべきなんじゃないかなと。あまりにも複雑すぎるんでね今のこの現状だと。それから3つ目がゲームの進め方、これをレクチャーしてくれる教材が乏しい。これはね僕らの責任でもあるんですよね。動画攻略サイト、まあ、運営さんもそうですけど、あんまり、ね、初心者向けとは言いづらい、まあ、仕様になっているかなと思うんですよね。もっとその初心者にフォーカスしたこういうパックが強いとかね、こういったサイト、なんだろうな、進め方をすればいいとか、まあ、そういう進め方をなんかレクチャーしてくれる動画とかを僕らが作っていくべきなんじゃないかなと、まあ、それは思ってます。運営さんが作るべき、ものではあるのかもしれないけど、それは僕らもお手伝いできる、まあ、部分だと思うので、まあ、この辺はねちょっとね僕らにも責任があるかなと、そういう風に思ってます。でここからは、まあ、ここがね一番大事なんですよ。デュエルリンクスをやめてしまう人が多い理由12個くらい、これ長くなる、長くなると思います。長くなる。あのねまずですね、ここ始めてもらうっていうのはそもそもハードルが高いんだけど、始めてもらって続けてもらうのが一番大事なんですよ。続けてもらう、このゲームをずっと遊んでもらう、これがやっぱりそのなんだろうな、ユーザーの、層っていうのを厚くしていくために、このゲームが長く続くために重要なことだと思うんですけど、ここがね問題。まず一つ目、組みたいデッキを組むのに時間がかかりすぎる問題。パックがねめちゃくちゃ分散してるんですよ、デュエルリンクス。例えば OCG だったらシングル買いっていう制度がありますよね。シングル買いカードを1枚ずつ買うとか、まあもちろんストラクチャーデッキとかを買ったりとか、まあそういう感じで始めやすいと思うんですよ、ある程度ね。ある程度デュエルリンクスって例えばですよ、ヒーローのデッキとかめちゃくちゃばらけてるんですよ。めっちゃばらけてて、ヒーローデッキ作るのすっごい量のパック向かないといけないんですよ、いろんな種類のね。だから課金額もやっぱ半端じゃなくなるし、どこにどれが入ってるかってバラバラだから、なんかそのこれとりあえずストラクチャーこれ買って始められるとかじゃないんですよ。こういう問題が多すぎる。あとやっぱイベントカードの入手難易度の、まあ、高さ、まあ、これ後でやりますけどね、この辺は。あとキャラ解放の難易度とかもあるんですけど、まあ、そういう感じでそのまずリンクスって初めに何やるかっていうと、キャラをゲットする、でカードを集めると。でこれが初めにやることなんですけど、現状マジでこれがやりにくい。なんかどれやっていいか分かんないしね。でしかも私組みたいデッキもそのこれ買えば OK みたいなパックないんですよ、あんま。まあもちろん例えばアンティークギアとかだったら、まあストラクチャーがあってそれ買えばある程度みたいなとこはあるんですけど、ヒーローとかブラマジとか主人公系のデッキとかだと、まあ組みにくいですね。今やってみましたけど、まあ組みにくい。これがまず問題点ですね。そのなんかストラクチャー3周とボックス 2,3 周くらいで組めるような、そういったなんかそういうストラクチャーを作ってもらう必要があるのかなと。あとセレクションボックスね、あの強いカードとか強い罠が入ったセレクションボックスっていうのがあるんですけど、このセレクションボックスはねなんかね期間限定なんですよ。これ常設した方がいいなと思うんですけどね。まあもちろんログイン維持率とかはあると思うんでね、なんかあれですけど、これは
常設するべきだと俺は思う。それから次、どのパック買っていいか分かんない問題。これはね、僕らの責任でもあります。どのカードが強いのか、どのデッキが強いのかっていうのはよく分からないと、組みたいデッキも定まってないっていうパターンもあると思うんですけど、だこれはまあ僕らがまあこういったカードが強い、こういったパック引くといいですよっていうのをお勧めできればいいのかなと。まあこの辺は僕はね、あのディスコードなんかで結構いろんな、サーバーじゃないや、チャンネル立ち上げてるんで、この辺で質問していただいたりとか、あと初心者部門みたいなのもあるんでね、そこ見ていただければなんとなくわかるかなと思うんですけど、まあ、この辺はまあもうちょっと動画にしていければいいのかなとは思います。それからこれですね、キャラ解放の難易度が高すぎる問題。ね、一部のキャラ解放が難しいんですよ。めちゃくちゃ難しい。例えばヘルカイザーとかね、そう書いてあるんですよ。ヘルカイザーは割と人気のキャラクターなんですよ。なんですけど、エドとかショーとかヨハンの解放が必要で、ヨハンの解放にはペガサスが必要でみたいな、これめんどくさいんですよ。だからこの辺はもっとね、簡単にキャラクターをゲットできるようにするべきだと思います。例えば課金もいいですし、なんかもっと親切に解放条件こういうのですよって、もっと分かりやすく解放条件をするべきだし、解放条件もっと簡単にするべきだと思います。そもそもキャラクターが使えることがやっぱデュエルリンクスの、まあなんだろうな、他のゲームと違うなんかそのいいところだと思うんですけど、これがやりづらいっていうのはやっぱ問題かなと。それからキャラ関連でキャラのレベル上げがめんどすぎ問題、これめんどいですよね。これめんどいっす。正直キャラの終盤の必要経験値頭おかしいんですよ本当に。なんで欲しい報酬が例えばレベル45とかにあるとかね、だとクソめんどいんで、これももうちょっとなんか考えるべきかなと。ポケモンとかもそうでしょ、なんかその強い敵を倒せば倒すほどどんどんあの経験値が増えるじゃないですか。デュエルリンクスってずっと行ってなんですよ、ずっと行って、なんかその同じキャラクター倒してなんかいくつってるのが固定なんですよ。だから上げれば上げるほど上げにくくなるんですね。この辺は例えばまあ もちろん課金もまあいいとは思うんですけど、何かこの辺は工夫していただきたいなと。まあ、総じてそうですね、この時間がかかりすぎる問題っていうのがまあ多いかなと。まあ、もちろんログイン維持っていうのは大事なんで、ログインを維持してもらう、まあ、ずっとログインしてもらうっていうのは大事なんで、これは、まあ、ある程度バランスは取んないといけないけど、これさすがに今めんどくさすぎて、逆にその初めて見てあめんどくさってなって心折れちゃうっていうパターンあると思うんですよ。これ絶対あると思うんですよ。僕の知り合いとかでもそうなんですけど、結局デュエルリンクス始めてでも時間がないと、周回してる時間もやっぱないし、なかなかそのキャラクターレベル上げてる時間もなくて、結局なんかなあなあなってやめちゃうっていうパターンがすごい多いんですよね。これもったいない。やっぱもっとスッと簡単に入って対戦までスッといけるような、まあ、そういうなんかまあ、フローができればいいのかなと思いますね。あとこれね、イベントカードとかレジェンド報酬カードの入手がめちゃくちゃめんどくさい、まあ、ありますね。だるい。もうさっき言ったようにこの辺もまあどうしたってログイン時の関係でイベントをある程度難しくするのはいいと思うんですよ。でそもそもイベントを楽しくするべきだと思います。それは今やっぱ楽しくないイベントが多くて、例えばその現状最高列周回デッキって8000点を出して周回することなんですよ。8000点出して周回するのはもうやめた方がいいと思うんですよ。なんかそのなんかなんだろうな、その結局本当ちゃんとキャラクターとキャラクターの対戦とかなのに、なんか全然関係ないその周回用の例えば従者、ユニアタ従者っていうのが流行ってたりするんですけど、そういうなんか関係ねえで来たので周回して8000点出すことがイベントカードを入手するための最高率みたいな感じなんですけど、これはねやめた方がいいと思う。だしあとそのイベント自体があんまり楽しくないっていうパターンももちろんあるんですよ。例えば今回今来てるタッグデュエルイベントめっちゃ楽しいんですけど、やっぱね普通にねなんかねダイス振ったりとか楽しくないイベントももちろん多いんですよ。だからイベントが楽しければ楽しいほどユーザーってログイン維持はするだろうし、タクデールとか特にそうで、僕すげえ楽しくてずっとやってるんですけど、ああいうイベントをもっとね増やしてもらいたいなと。それからね、この環境のインフレが激しすぎ問題、これはめちゃくちゃあるね。まあ正直カードゲームなんでね、この辺難しい、正直しょうがないっていうかいうところはあるんですけど、その頑張ってジェム貯めてでやっと完成したと思ったらすげえ規制とかはい規制と出してきてっていう、まあこれカードゲームのね差がなんでね、しょうがないところあるんですけど、さすがにスパン短いかなと思うんですよね。まあ無理のない課金でね、無課金過去無理のない課金で楽しんでもらうためにも、まあある程度のそのカードパワーバランスっていうのは取ってもらわないと。もう今最近はほんの召喚獣とかブラックフェザーとか、もう多分売れるは売れるけど、そのカードパワーが高すぎるカードをバーンって出してきて、ですぐに来てみたいな流れになりつつあるんですよ、デュエルリンクスも。だから、まあ、その辺はもうちょっとこうキャラクターデッキっぽくてこうちょうどいいぐらいのカードを出してってもらう方が僕はいいのかなと
思いますね。本当にかわいそうですよ。ジェムめっちゃ貯めてなんかやっと完成したら次の日に来てみたいなパターンありますからね。それからこれね、ログインボーナスに魅力なさすぎ問題、これはめちゃくちゃありますね。 N チケットとか R チケットとかいらないんですよ。もうジェムたくさん配れとは言わないんでね、まあ、コナミさんの利益にもなりますからね、そっちの方が。なんでジェム配れとは言わないから、もうちょっとこうレジェンドデュエリストの報酬と交換できる SR チケットとか、まあ、そのぐらいは交換させてくれよというふうに思います。そしてこれね、OCG テーマ暴れすぎ問題、まあ、折りテーマって言われてるやつですね。例えばまあ召喚獣もそうだし、打天使とかね、あとクリストロンとかもそうなんですけど、まあもちろん楽しいですよ。もちろんデッキ回すのは楽しいけど、結局そのキャラデッキ、キャラゲーというか、デュエルリンクス固有のなんか環境っていうのをなんとなくやっぱ作ってほしい。 OCG とは違うね。 OCG はやっぱりどうしてもキャラデッキはなかなか、うん、活躍できないで、折りテーマがバンバン暴れるっていう環境なんですけど、デュエルリンクスはせっかくキャラクターをまあその何ですか、あの操作できるので、まあもうちょっとキャラクターに焦点をスポットを当てて、いろんなオリジナルテーマじゃなくてキャラテーマを活躍できるような環境にしてほしかったかなと。まあもちろんこれはね、いろんな考え方があるんですけど、俺個人的にはですよ、個人的には6部衆とか打天使でブイブイ言わせるんじゃなくて、ブラックマジシャン強えみたいな、ブルーアイズ強えみたいな環境の方がまたデュエルリンクスっぽいなとは思うんですよね。あと3個、これちょっとまた上級者的な問題になるんですけど、モチベーションが続かない問題、これはね、まあ、対人戦をメインにやってる人に起こりがち。ランク戦とかの難易度も下がったことがあって、デュエルキングになった後あんまやることがないと。なんで例えばですけど、これ意見出てたのはデュエスコードで、レート戦を導入してみて常に競い合えるシステムを構築するべきだとか、まあ報酬がやっぱりそのレート戦導入しても良すぎると、まあ一部のそのガチ層以外の人からまあちょっと批判出ちゃうんで、例えば本当にそのR 玉とかだけにして報酬はで、そのやりたい人だけが、まあ、ガチ層ですよね、ガチ層が承認欲求を満たすためにやりたい人だけがやる、まあ、これだったらね、報酬そんなに大したことなくてもやる人はいると思うんですよ。なんでこの辺はまあそのガチ層とエンジョイ勢のまあ住み分けじゃないけど、まあ、そういった遊び方もできるように、うん、作り込んでほしいなと思います。それからこれですね、 EX 枠足りなすぎ問題、うん、これはまあ OCG で遊んでた人がよく言ってることなのかなと思うんですけど、その当時のデッキを再現できないと、そのエクストラデッキの枠が足りなさすぎて当時のデッキ再現できないっていう問題がどうしてもあるんですよ。まあ、この辺はね、もうね、正直デュエルリンクス今エクストラデッキ6枚なんですけど、6枚はね足りないよ、全然足りない。エクストラ枠はもっと増やすべきだと思うし、まあ OCG の半分だとしてもまあ最低7枚ですよね。7枚か、まあ、8枚ぐらい、まあ、10枚ぐらいあるとね一番いいのかなと思うんですけど、まあ正直8枚ぐらいにはしてほしいなというふうには思います。あんまりここ渋ってる意味もちょっとよくわかんないですけどね、この渋ってる意味もよくわかんない、システム的ななんかその管理の問題なのかちょっとわかんないですけど、まあ、この辺はもうちょっと多くしてほしい。そして最後ですね、周りに一緒に楽しんでいる仲間がいない問題、これはね僕ら動画投稿者とか、まあ、Twitter 勢が盛り上げていくべきなんですよ。これは正直コナミさんというか僕らの問題なのかなと、ユーザー側の問題なのかなと思います。まあ、僕自身もなるべくなんかこうディスコードとかを開いていろんな人が交流できる場を設けたりとかいうことはしてるんですけど、まあ、どうしてもね、なかなかその限りがあるんですよね。その辺もこう交流できる生放送を増やしてみたりとかね、まあ、こういったことはこれからもやっていくべきだと思いますし、ぜひね皆さん仲間がいないとかいう方は僕のディスコードぜひ参加してください。いろんな人がこういろんなデッキの意見を出し合ったりとかして構築を相談したりとか、まあ、もちろん対戦ルームなんかも開いたりとかはできるんで全然ね。なんでぜひですね、まあ、その一助になればいいのかなと思うので、その辺もぜひ、ご検討いただければなというふうに思います。ちょっとだいぶ長くなっちゃったんですけど、皆さんもぜひですね、どう思っているのか、どう思ったかっていうのを、まあ、ぜひコメント欄なんかに残しておいていただければなと、参考になるなと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご清聴ありがとうございました。